ここは千葉県成田空港のそばのホテル。ここで宗教団体の治療を受け、そのまま放置されてしまった事件が起きた。事件の異常さもさながら、この事件が他と決定的に違うのが、事件が発覚した後の会見があまりに尻滅裂で、記者から爆笑が起きるといったことが起きたことである。時期が違えば、兵庫県議会の号泣会見のように SNS 上でも話題になっていたはずの事件です。それではどうぞ。成田ミイラ化事件とは、1999年11月11日、千葉県成田市のホテルで発生した事件。ライフスペースという団体が起こした事件であり、その長である高橋浩二。見た目のインパクトだけでなく、社会を揺るがすようなことをしでかしたことによる記者会見で、不謹慎ながら爆笑をかっさらった男でもある。ライフスペースという団体は、もともと自己啓発セミナーであったが、次第に変化しており、高橋がインドのサイババに指名されたシャクティパットグルであると自称するようになったり、シャクティパットと称する相手の頭部を手で軽く叩く、あるいは叩き続ける行為で病気を治せるといった主張をするようになる。述べるまでもないが、当のインドのサイババさんはこんな男を指名などしておらず、そもそも面識もないため、関係を問われた時は速攻で否定した。頭部を手で軽く叩くシャクティパッドと呼ぶ方法で病気を治すことができると大々的に宣伝していたため、これを信じた男性が家族を病院から連れ出し、成田市のマロードインターナショナルホテルで高橋によるシャクティパッド治療法を試みた。当然といえば当然だが、この方はそのまま亡くなった。頭を叩くだけで病が治るはずもない。しかし高橋はこの人はまだ生きていると主張し、周囲もこれを信じた。そのまま時が経ち、1999年11月11日、マロードインターナショナルホテルから4ヶ月以上も宿泊している不審な客がいると通報を受けた成田警察署署員がホテルの部屋を捜索してミイラ化した人間を発見した。亡くなった人をそのまま放置していたのである。この件で高橋は当然捕まった。ここまでならただの悪質な宗教団体の仕業ということで片がついたであろうが、高橋の記者会見が行われたことにより違った意味で注目を浴びるようになる。まず高橋の主張として、ミイラには15度の体温があり、亡くなっていれば0度になるはずであり、したがってミイラは生きているととんでも理論を展開した。そして司法解剖されるまで生きていたと私見を述べた。あまりにぶっ飛んだ発言により、ワイドショーでも大きく報道。会見での高橋の発言一つ一つが注目された。彼が言うには、警察がホテルに捜索に入った時点で彼は生きていたと断言できる。彼の死因は司法解剖をしたことが原因。自分高橋の体内には血液は巡っておらず、空気が循環している。6000年前から自分はサイババと関係していた。10歳は成人。以前は税理士だったことを問われると、過去世です。事件が明るみになり世間を騒がせたことによる事故の責任を強く問われると、はっきり言って、私はサイババとは何の関係もないんですよと逆ギレ。先ほど自分はサイババと6000年前から関係していると発言したにもかかわらずである。このような矛盾に満ちた発言をしまくったため、笑いをこらえていた記者らの腹筋が崩壊し爆笑が起きた。結局高橋の言い分は認められず、入院していた男性を連れ出し適切な治療を受けさせねば亡くなってしまう可能性が高いことを知りながら適切な治療を受けさせず放置したということで有罪判決が下りた。この団体が今回の事件が明るみに出る前からまともな団体であるはずがなく、遡って調べてみると
1995年2月、ライススペースのセミナー参加中の男性が高温の湯に浸かるという風呂行の最中に命を落とす事故が起きていた。この件で京都地裁は2800万円の賠償を命じていた。法廷でも裁判長から動機は浅ましさの極みで組むべき事情は全くない、裁判長にまで侮辱の発言を繰り返すなど反省の情は微塵もないと一刀両断。高橋という男、記者会見に際して彼自身の定説を次々と語っていた。パワーが高ければ歯など磨く必要がない、なぜなら口臭が起きない、お風呂に入ることはない、なぜなら汚れない、私はそら豆オンリーしか食べない、などなどである。実際は高橋はワインをたしなむ食通であったことは後に判明したことである。いわゆる最高ですか。で、一世を風靡した法の花ヤオウムのような宗教関係の事件である。彼らの共通点として、心配していることや不安なことにとことん突っ込んでくることがある。今回で言えば健康上不安のある人およびその家族にシャクティパッドという治療法があると提示してきている。第三者から見れば冷静に判断できるし、普通に考えればそんなことで病が治るはずもないのだから彼らに関わることもないのであろうが、いざ病に直面している人たちは藁をもすがる思いなのである。不治の病に侵され医療からも手遅れと判断された人たちにとっては、このような宗教団体は一縷の望みとなってしまう。法の花という宗教団体では足裏診断というヘンテコリンな治療法でボロ儲けしていたこともある。実際に病に苦しんでいる人たちの悩みは相当なもので、頼るべきものがなくなってしまった人は高橋のようなうさんくさい人間でも頼ってしまうのであろう。彼らもそういった人たちをターゲットにしていたと思うが、しかし高橋は恐ろしい男だと思わせるのが例の記者会見である。人命が関与している重大な事件の会見で笑うなどご法度であることは記者も承知のはずなのに、それでも笑わせたのは彼が本当にボケていたからであろうか。もし確信犯的に笑わせていたとしたら、彼が宗教団体のトップだったことも納得のマインドコントロール術である。ふざけていたふりをして本当は人の心を操る話術にとても長けていたのかもしれない。似たような事例として北九州マインドコントロール事件の犯人松永太がいる。彼はなんと裁判中に話術で笑いを起こしている。お笑い芸人が松永が芸人になっていたらとんでもないことになっていたんじゃないかと舌を巻くほどである。話術とは本当に恐ろしい。暴力的な人間も確かに怖いが、話術に長けた人間も等しく怖い。話術はどんなに疑い深くかかっても心の隙間をこじ開けてくるからだ。防ぎようがない。冷静な利害関係のない第三者に相談することはとても大事なことだと思い知らせてくれる事件である。